はい、じゃあ続きやっていこうかね。今回もサイドミッションをどんどんやっていきます。じゃあまず、有名作家の密かな楽しみ、なんだろう、有名作家なの？その前にシーラ、困ったわ、見つからない。あー、どうすればいいの？ラジメシ、どうしたんですか？エルゴーナの人じゃないですよね。ああ、確かになんか見た感じそんな貧乏そうな感じじゃないね。私ここで小説家の先生を探してるの。ほう、先生ったら締め切り前に原稿放って逃げちゃったのよ。あらよくあるやつね。先生の担当になった時点で周りから脱走癖の話は聞かされてたんだけど、やられた、逃げられた、どうすんのよ原稿。落ち着いて、私その作家さん探し手伝いましょうか？本当？手伝ってくれるの？ぜひお願い。ただこの先生探しは簡単にはいかないわよ。先生はとても変人なんだ。はあ、まあこの世界変人多いからな。うん、執筆に行き詰まるとその作品の登場人物になりきる癖があって、はあ、この変装がまた異常にうまいの。はあ、へえ、変わった人ですね。じゃあどうやって変装している作家さんを探せばいいんでしょう？それはね、まずこれが登場人物のモデルの写真で、ああ、これは小説のあらすじ、この2つがヒントよ。はあ、先生はこの写真の格好であらすじ通りの行動をしているはずなの。あなた、先生を捕まえたらレイコルモスナのビル前まで連れてきて。私は一旦編集部に戻って締め切りを何時まで延ばせるか相談してくる。あ、編集さん、とりあえず探してみるしかないか。変装の達人の作家さんを。達人というか、さてまずはあらすじを。はい、なんか1にもあったね、なんか小説となんかね、あったよね。作家さんの手がかりはこのあらすじにある。どれどれ。一人の男がいた。男は平凡な人生に退屈していた。ある日、男は薄汚れた未来の奇妙な少年と出会う。少年は不思議な力で男に3度の別の人生を与えてくれるのだが、へえ、これが始まりか。この後いろんな人生を体験する話なのかな。続き第1章は、1度目の人生は貧民層の盗賊。また危険な刺激のある暮らしに憧れてはみたものの、気弱な男には無法者として生きる才能は皆無だった。男は盗賊の人生を諦め次の人生を望むのだった。やっと登場人物になりきるってことはこの盗賊に変装して行動しているはず。スプレーマン、盗賊って言ったらこの辺だと百般子がモデルかな。まずは百本足のとこに行ってみよう。もうそこしかないよね。むしろそこしかない。もうその人たちのために作ったようなもんで、ね、な、何してるんだ、何を押し固めてたんだ今。都合よくモデルがいたもんだね。きっとこの辺だよね。編集さんから渡された写真を確認しよう。この写真の男に似た人を探せばいいはず。
と横を飼ってて、なんか目からビーム出しそうなサングラスかけてるやつね。でなんかこのパーカーじゃねえな、 なんかあのジッパーの下が開いてるっていうね。似たような人がいっぱいいる。いっぱいいるの。あらすによると、気弱な主人公は盗賊暮らしに馴染めてなかった。馴染めてない気弱な性格、この辺が重要かも。まずここにいるね。でここにいるね。だけどこいつめちゃくちゃ馴染んでるね。でここにもいるけど髪色違うね。こいつも違うね。こいつも違うね。こいつ馴染めてないけど服の色違うね。こいつも普通に馴染めてるね。っていうかね、おめえだろ。いやおめえじゃねえな。お前臭いんだけどな。あ、だけど馴染めてないってことは服は違うのかな。こいつもしかして。ん、なんだ、おっとっと、違う違う、あ、やっぱお前だろ。髪型ちょっと違うけど。ん、なんだ、え、違うの、嘘でしょ。これ邪魔なのよ。え、馴染めてない。そんな馴染めてない、なんかいたわ。いた。めっちゃおどろおどろしてる。おろおろしすぎ。コミショウかよ。おい、百本足。うひゃ、何かな、何の用かな。ん、妙におどおどしてる。さては、あなたは小説を書いている作家さんじゃないですか。僕は無法者の盗賊だ。小説なんて書かないぞ。締め切りなんて知らない。小説書いてないやつは締め切りのことを言わないんだよ。編集さんから聞きました。作家さんは変装の達人だって。妙におどおどしてるし、締め切りを気にしてるし、あなたは作家さんです。僕の変装を見破るとはなかなかやるじゃないか。編集から頼まれたのかい。はい、編集さん困ってましたよ。今すぐ帰りましょう。帰るわけにはいかない。まだ物語の結末が決まってないんだ。でも締め切りって編集さんとの約束ですよね。お仕事で書いてくんならちゃんと編集さんとの約束守った方が。僕は芸術家だからね、そんな下々の考えで創作はやってないんだよ。締め切りなど創作の神の前では契約の意味はなさない。仕事をなくすぜ。作品を守るためには僕は手段を選ばない主義だ。覚悟するといい。いやいやいや、おい、ここに金持ちの犬、密告者がいるぞ。は？何それ。金持ちの犬？密告者？どこのどいつだ。ちょっとてか、あ、なんだよなんだよ、来てんじゃねえか。おい、誰だ、金持ちの犬とか密告者とか騒いだやつは。やっと騒いでた人はもういないよ、逃げちゃった。締め切りを守らない作家さんを探してて逃げられちゃったの。はい、あらすじの続きを読んで手がかりを探さないと。二度目の人生は港の貨物運び作業員。
ほう、男は筋肉と汗に憧れ。筋肉ね。はい、サイドチェストやってそうだね。男らしく港で働こうとしたものの、その非力さゆえにまあそんなね、そんな数日で筋肉そんなつかないからね。貨物運びさえままならず、それはひ弱すぎんな。結局は貨物を数えるだけの超単調極まりない仕事しかできなかったのだった。もうおごじゃん。男は港の仕事を諦め、別の人生を歩むのだ、望むのだった。シプレラ、次の行き先はきっと中央港ね。すぐ追いかけなきゃ。なんだか知らんが大変そうだな。手を貸そうか。イブラ、うん、気にしないで。これは私と作家さんの対決なの。対決、別戦ってはないんだけどね。意地でも捕まえて締め切りを守らせてやる。約束は大事なんだから。まあ、確かにね。すげえ構えてたな、ずっとな。ずっと構えながら話してたの、みんな。すげえ、無音の BGM。 いや、 BGM 流れてないから無音だけど。おお、ワープしてきたね。港へ到着。今度の写真はこの人、この人に似た人。またなんか最近見たな。また似たような人がいっぱいいる。あらすじからすると非力な人なんだよね。それが大事なポイントかな。要は荷物を運んでないような人でしょ。みんな荷物運んでんね。あ、お前じゃないか。くそ、お前かと思ったんだけどな。結構広範囲だね。多分ね、荷物を数えてるっていう、まあ、話の流れからするとね。だからなんか数えてんじゃないかな、どっかで荷物をって思うんだけどね、俺的には。だからなんか荷物が集まって、お前か。うん、お前臭いな。気づくの遅いよ。一つ、二つ、三つ、二運びをしないで貨物を数えている。もしやこの人。作家さん、見つけた。さあ編集さんのところへ帰りましょう。何のことだい。僕は数を数えるのが好きなだけの真面目な作業員さ。そんな作業員ねえよ。二運び作業員なのにずっと数を数える仕事をしている。あらすじの通りです。ごまかそうたってそうはいきませんよ。盗賊たちから逃げ切り、ここまでたどり着き、またも僕の変装を見破った。君、ただ者ではないな。君のことを認めてやろう。僕は才能あるものを愛する。実は君に着想を得て、さっき書いた短編のあらすじがあるんだがね、読んでみてくれないか。僕は才能あるものの評価しか受け付けたくないんだ。何その紙、その切れ端。ラビフォ、もしかして私が主人公ってこと。何それ興味ある。読みたいです。どんな内容なんでしょう。それは読んでみればわかるさ。君が主人公の物語だよ。どれどれ、内容は。君はまるで漆黒の闇を切り裂く。早いね、早いよ。あー逃げた。はい逃げた。これが開いた口が塞がらないってやつね。また逃げられた。許せない。もう容赦しないんだから。次の行き先は、あらすじあらすじ。
第3章、第3の人生は富豪の男。富豪の男ってことはレイ・ハビーナね。ずっとその顔だったんだね。やっと。ハビーナは広くて探すの大変そうだな。とりあえずあらすじをもう一度ちゃんと読み直そう。富豪になった男は日々思いつく限りの、享楽にふけった。欲望のままに自堕落な暮らしを繰り返した末、男はあることに気づく。自分の人生は無意味で無価値であるということに。豪邸の桟橋から物憂げに空を見上げ、無意な刻を過ごす男。その姿はまるで銅像のようであった。スプレーラー情報が揃った。豪邸の桟橋で銅像のようになっている男だ。今度の写真はこの人ね。なんで体格とか髪型まで変えれんの。マジ言ってんの。桟橋っていうとあそこ桟橋なのかな。なんかちょっとカメラが上の方向いてたしね。さあ、桟橋ってあっちのことを言ってんのかな。まあ、とりあえずちょっと探してみよっか。あんまりねレイ・ハビーナはほっ早速いたな。この前来たプーグの主人だね。プーグの家の主人だ。ここの人たちは何シェアハウスでもしてんの。桟橋だよね。桟橋だから橋じゃないとダメなんだよ。でここには橋がない。この辺は橋なのかな。橋ではないね。ちょっとやっぱこっちなんじゃないかな。あそこ橋あるしね。また似たような。あに、え、え、ち、千葉は？ああ、走ってちゃった。銅像のようになっている。あ、これ橋じゃねえんだ。水路か。橋っていうとこっちか。だけど銅像のようになっているってことは、多分、歩いてなさそうな気がするんだよね。なんかぼーっと突っ立ってそうな男いねえかな。あー、いなさそうだね。っていうかみんな、なんか服装が違う。ちょっと似てるじゃないか。
この豪邸じゃない。って今書いてあったよね。え、まさかあっちとか、それかこっち方面ってこと。適当に話しかけてみるか。あ、そうか、豪邸があるとこじゃないとダメなのか。なんか水を持ってるね。そういうことね。豪邸があるところの桟橋ってこと？ここ豪邸だよね。だけど橋に。ここあれじゃん、あの植物に水をあげたとこじゃん。あーあ、ごめん。ん？お前はただのおっさんだよね。